これはエアロトレインという未来の列車の実験車両です。翼を持ち地面を浮上走行する21世紀を担う高速交通システムです。この実験車両による自立浮上走行の成功はエアロトレインが現実となってきている証です。宮崎県日向市にある JR 鉄道総合技術研究所でエアロトレインは研究開発が進められています。現在は第2フェーズの実験車両が使われ、無人で時速150キロの浮上走行を目指しています。実験の指揮を取る流体科学研究所の小浜教授は、エアロトレインが地球環境問題やエネルギー問題に深く関わっていると話します。こっち松島さん、わしゃは日本という国はこれまでもそうですし、これからも結局工業先進国として存在し続けなきゃならないわけですね。そうするとやはりこれまでと同じようなその有害物質を出す製品を作って世の中に出すことはできないと。環境に負担をかけないような製品を率先して開発して世の中に示していくということが必要だと思うんですね。20世紀私たちは大量のエネルギーを消費してきました。その結果資源は枯渇し環境は悪化する一方です。このままでは地球が危ないとギリギリまで追い詰められた今、有害物質を全く出さないエアロトレインの一日でも早い実現が期待されています。エアロトレインは人類の希望を未来につなぐ新しい高速交通システムです。エアロトレインは地面効果という物理現象を利用して浮上します。車体の前後にある翼と地面との間で空気を圧縮し浮上します。これが地面効果です。速く走るということを考えた場合、最も効率が良いのは翼を持った飛行機です。さらに翼を持った乗り物でも地面スレスレに飛ぶと翼の性能を3倍も引き出すことができるのです。エアロトレインはこの地面効果を最大に持ち合わせた高速交通システムです。地面効果を利用することによって翼の周りを流れる気流を変化させ、浮かび上がる力を増し空気抵抗を減少させます。それによってエネルギー効率が良いエアロトレインは太陽光や風力などの自然エネルギーだけで走ることができます。つまりエアロトレインは自然エネルギーを得るための発電所も背負った交通システムなのです。さらにエアロトレインだけでは使い切れない発電量を持つシステムのため、余った電気は地下に蓄え、雨の日や風のない日に使用していきます。温暖化や環境ホルモンなど人類の生存を脅かし始めている地球環境問題。原因は化石燃料や原子力燃料を使って自然を破壊してきた人災といっても過言ではありません。20世紀の科学技術は私たちに快適で便利な生活をもたらしました。その反面、未来の子どもたちに大きな負担と不安を残すことになったのです。
小浜教授は環境神話学という新しい学問を提唱しています。それは生活全般にわたって環境に負荷をかけない社会を実現していこうというものです。そしてエアロトレインこそ環境に負担をかけずに走ることができる高速輸送システムなのです。可能な限り早く開発して世に出していかないと、いわゆるものすごく大きなマスが社会にはあって、今すぐ止めたって間に合わないような炭酸ガスの排出量と、かつ地球の温暖化というのが進んでますので、可能な限り早くしなきゃならないという現実がありますね。自然に負担をかけることなく夢を生かすためにテクノロジーを利用する、それが小浜教授のやり方であり、エアロトレインの挑戦なのです。